ヤギ注意。学校の中にヤギ注意っていう看板があるっておかしいですよね。おかしいよね。多分。うん。園児注意ならわかるけど。園児飛び出し注意ですね。はい。というわけで、実は編集をしてる最中なんですけれど、これから行くところにいます。こう。ごめんね。めんどくさいね。まあ出てもいいけど。おう。出てもいいけど。朝日。はい、ということで、なぜ大学にヤギがいるのかというと、先生が飼いたかったからだそうです。他には環境デザイン教育センターや学科での提案という理由もあります。2017年の冬に、青色の首輪のともちゃん、赤色の首輪のあさしちゃんは、宮城教育大学からもらってきました。大学の敷地の雑草を約1割ほど食べてくれています。普段のお世話は、ヤギ会という団体に所属する生徒さん、または先生がお世話をしています。小ヤギが3頭いますが、そのうち2頭はもらい手が決まり、某所に引き取られました。残りの1頭は、まだ引き取り手は決まっていません。オープンキャンパスや大学祭の時に中庭に出てくるので、ぜひ会いに来てみてください。それでは、ヤギたちの可愛い映像をしばらくどうぞ。水着じゃねえけど。ね、みんな尻尾取ってみる。パンクの入ってるモザイクレベルでやばいよ、君たち。マザイクつかない。ヤギの。牽制してない？めっちゃ。そんなに食いたいの？うん、この食いしん坊。餌はね、すごい美味しいらしい。めっちゃ食い。かわいそう。でも、お母さんにはやんないね。うん、よくやんない。やってる。やってんの？ナラ出して。うん。ナラ小さいからね。騙されたくない方法があるんじゃない？あ、でもお母さんにあんまやんない。そう。ああ、じゃあ。お母さんはやっぱずっと一緒にいるから。あ、やった。でもお母さんやり返さないの偉いの。うん。それがお母さん。結構ね、最終的には。我慢強いだけ。朝愛知やんか。あんた角あるんだからあんまりやんないの。無理。しかもあんたデブなんだからあんまり。最終的な言葉が。食べたでしょ、リュウゴン。あ、やりました。お母さん。お母さんも。そして、とばっちりを受けないように、みんな逃げていける。足踏まないでよ。あ、かわいいよね。泣くのはいいが、お前そこ登って大丈夫か。そうなのよ。いつかそこは破れるだろうな。こりゃだんだんでかくなってるし。たら。たら。名前、全然来ない。どうも。こんにちは。草食動物のさん、こんにちは。覚えない。うちのうさぎ名前言うこと来ますよ。声でね、覚えてるっていうのはあるみたい。はい、ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。